シャルルド・ロレーヌは、フランスの貴族及び聖職者。シュブルーズ公、メス司教、ランス大司教、ロレーヌ・スー・教。ロレーヌ家出身者としては二人目、その分子であるギーズ家からは、初の枢機卿教であった。フランソワ・ラブレー、ピエール・ド・ロンサールの庇護者でもあった。初代ギーズ公クロード・とヒデ、バンド・ーム・博、フランソワの娘アントワネット・ド・ブルボンの次男として、ジョアン・ウィルで生まれた。 スコットランド王ジェームズ五世妃メアリー、カトリック同盟の首領として知られる、ギーズ公、フランソワの弟、オマール公クロード二世、エルブフ公、ルネ二世、同じく数奇教となった、ルイの兄にあたる。フランス王アンリ二世の退官後である1547年7月に数奇教に任命された。ランス大司教は伝統的に、 フランス王の戴冠式で王冠を授ける立場にあったことから、バルは王家とのつながりを自然に持つこととなった。しかし、ドレーヌ皇寮をフランス王国に併合しようと企むアンリ二世の思惑を伺い、ルターハシントが多いドイツ諸公へすり寄る狡猾さも持っていた。アラス司教でもあったグランベルスーキ教とは密接な関係であり、このためにスペインハプスブルク家とのつながりも持っていた。 名、メアリース・スチュアートが、フランソは二世比であった頃から、宮廷での影響力は絶大であった。ヨグノー戦争においては、異端新聞書をフランスで設置しようとしている。その後パリ知事、フランソワド・モンモランシーと対立し、宮廷から遠ざかるもの、の、オいのギーズ公アンリ一世の取りなしもあって、シャルル九世と和解した。シャルル九世とエリザベート・ド・トリッシュの結婚。 大妹マルグリット・ド・バロワとナバール王、アンリの政略結婚交渉を行った。1574年に死去、ランス大死去は、オいのルイが、シュブルーズ公爵位はまたオいのシャルルが継いだ。ありがとうございます。